先攻U-mallow高校エース上がってきてください。シード戦でね、片方の MC は初登場になりますんで、ガンガン盛り上がってあげてください。ビート聞きましょう。しおんさんビート聞かせてください。じゃあ、いきましょう。3本勝負、先攻がU-mallow高校がエース、DJ はしおん。レッツゲット！ ぶち切るオンダーラックのせい、誰がイケてるかを感じとけよ。名前の割に足りないスキル、それは自分で分かってんだろ。全員教え込んでやる、それだけマジ言うことね。鼻から立ってる心がちげえ、理解した上でくれ。名前の割にスキルがない、そんなはずがない。お前名前もない、生意気だけ立ってるとこちげえ。だってそうエース君とはいじける、いじけるわけがねえんだU-mallow。お前はスキルがどうなの、いつもの方が調子いいんじゃね。遊んどけ学校の放課後。名前がねえって言っていつもの方が調子いい、知っててくれてありがとう。いつも通りさ生意気だって、どっかの誰かより鼻息あるね。誰がイケて耳が腐りすぎ、このブラジル人。俺ひばみと歪み取った上積み、下水の攻略済みのドブネズミ。ドブネズミよりもリンダリンダ、でも何か足りないんだ。インガインガインガオーホー、みんな調子どいよ。こいつのコブに全て殺すぞ。シマウマより鼻息やライ、違うぜお前にライブがない。つまりは硬いライブじゃないんだよ、もっと土台を固めてきなさい。いやライブ大丈夫だぜ、いつも通り意味を通した上踏みまくる。つまり俺はリンダリンダ、見えない比喩が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。わかるこの話バッチリとした上、言葉で兼ね備えてる。誰が大丈夫かまずしっかりと、目よりも耳見開いてる。耳は見開くって意味が通ってるって思うやつどんだけいる。耳はカポチって聞くんだよ、わかるか。やっぱかっこいいラップをバースで響かすんだよ。それしか言えねえんだ、見えない銃が見えない、何を言ってるか意味わかんない。俺は見える実弾でお前を実弾で打ち抜くリアルなヒップホップだぜ。終了です。それでは聞いていきたいと思います。先攻U-mallow高校エース、勝者U-mallowエースにも大きな拍手お願いします。エースありがとうございました。では続いての試合に参りましょう。